三宅健が告白した V6 デビュー時の衝撃エピソード。やめ、ダニと現役、キンプリ&ナンバー、アイファンの胸中は、2月22日、元 V6 の三宅健、44、が YouTube チャンネルを更新。古巣である旧ジャニーズ事務所の新会社 STARTO エンターテインメントの関係者と接触したことをファンに向けて生報告した。現地写真、触れそうなくらい近い、ナンバー、アイ平野紫耀。凛々しすぎる黒眉、東京、渋谷に貼られた、イケメン超巨大ポスター。三宅は、ある日、マネジャーとカフェで写真チェックをしていた際、偶然にも、知った顔の人、旧ジャニーズでマネジャーをしている、M 節に遭遇したという。M 節は、中居正広さん、51、がバラエティ番組で、炭酸と、炭酸乾電池、雑誌と、梨を聞き間違えて買ってきた、というポンコツエピソードを紹介したこともある。旧ジャニーズ界隈では有名なマネジャーです。V6 や SMAP、現在トベの社長である滝沢秀明氏、41、のマネジャーも担当していたベテランですが、今回、三宅さんは V6 のデビューシングル、Music for the People と M 節にまつわる、初出しの衝撃エピソードを披露したんです。女性誌編集者、三宅が暴露したのは、Music for the People、発売前日、1995年10月31日の東京駅での出来事。三宅は、発売当日か、発売前日か、記憶が曖昧だったが、トークの内容から発売前日だと思われる。三宅曰く、V6 を乗せた車の前に、反社会勢力の方々が乗る車があったという。その時、V6 は大勢のファンに追われて車に乗り込んだ。あたりの騒がしさから、反社会勢力の方々に、誰が乗ってるんだよ。車をどんどん叩かれたというのだ。すると、M 節は車のウィンドウを開けて正直に、これからジャニーズでデビューする V6 と回答。しかも、M 節は助手席に置いてある CD は何かと尋ねられて、恐怖のあまり、明日発売する CD ですと、Music for the People の CD を渡してしまったというのだ。三宅さんは、今だったら情報漏洩どころじゃないよねと語っていましたね。30年近く前の話で、三宅さんも、もう時効としてはいましたが、なかなか衝撃的でテレビ番組で話せるエピソードではないでしょうね。そして、M 節と三宅さんと共に戸辺に移った現マネジャーは知り合いのため、三宅さんは二人が仲良さそうにピースしている写真も撮ってあげたそうです。三宅さんは写真を、すげえ平和な世界と評していました。全道、俺たちの時もそのシステムがあったらな。三宅は今回、思わぬ衝撃的な M 部マネジャーの過去の話を披露したわけだが、旧ジャニーズのマネジャーと競合相手の戸辺に移籍したマネジャーが仲良くしていると公言するのは、少し前には考えられない話だった。今回の STARTO 社のマネジャー M 部氏に会った話、彼にまつわるトークも、喋っても全く問題にならないから、三宅さんは明けっ広げに語ったわけですよね。ジャニーズ事務所が消滅し、S ミルインアップとなり、今後、マネジメントは STARTO 社に移行していく中で、同社がかなりオープンになりつつある。三宅さんの平和な世界の写真は、その象徴かもしれませんね。前室の女性誌編集者。旧ジャニーズの変化、かつて旧ジャニーズタレントの退所は、同時にグループの脱退を意味していた。しかし、STARTO 社の代表取締役 CEO に就任した福田敦氏、58、の方針もあり、その、かつての常識は変わりつつある。2023年10月には嵐、二宮和也、40、今年2月22日には近畿キッズの堂本剛、44、が独立を発表したが、二人とも独立後もグループ活動は継続することが明らかになっている。三宅さんが、誰もが見られる YouTube の生配信で大っぴらに STARTO 社の話をしたことからもわかるように、少なくとも現場レベルでは、もはや垣根はないのでしょう。タレント同士も、やめ、ジャニと現役旧ジャニーズのタレントが垣根なく共演できる今後を感じさせますよね。全道。実際、2月23日、ビルボードライブ東京で行われたカトゥーンの亀梨和也、38、のソロライブには、2020年10月末にジャニーズ事務所を退所した山下智久、38、が参加。2005年に2人が、修二と明として発売した、青春アミーゴを歌い上げた。明るい今後が見えてくる一方で、こんな声も、今回の生配信で三宅さんは近畿の活動継続に触れて、俺たちの時もそのシステムがあったらなぁと、森田剛さん、45、
の退所をきっかけに、V6 が21年11月1日で解散した件に触れていました。このシステム、発言の部分が X、旧ツイッターで拡散されたことで、特にキング&プリンスとナンバー、I のファンが複雑な心境を抱いているようです。同、キング&プリンスは平野紫耀、26、岸優太、28、神宮寺優太、26、高橋海人、24、永瀬角、25、の5人体制だったが、事務所の方針と自身たちの目指す方向の不一致により、平野、岸、神宮寺が23年5月に脱退し、事務所からも退所、岸のみ9月退所。その後独立し、3人は渡部でナンバー、I を結成した。5人は現在もグループラインを残していることを明らかにしているなど、脱退後も関係性は良好。それだけに再集結を願うファンも多い。キンプリの再集結は、ファンのモヤモヤした思い。一方で、キンプリに残った2人と脱退したナンバー、I の3人は、方向性が違っている。残留を決意した永瀬さんと高橋さんは、俳優業にも強い意欲がある2人。3人の脱退決定後も両者は数多くの映像作品に出ており、次の4月クールの連続ドラマでも、高橋さんは主演作、95、テレビ東京系が発表されているし、永瀬さんもテレビ朝日系の土曜夜11時枠で主演が控えていると一部で報じられています。一方で、ナンバー、I はアーティストとして海外進出を目指したくて独立。ダンスとラップをゴリゴリに盛り込んだデビュー曲、ゴートの MV からも、脱アイドルの気概が伝わってきます。ワイドショー関係者、個々の関係性は良好。しかし、目指す方向はやはり明確に違っていると考えられるキンプリとナンバー、I。そんな中で、もし三宅の言う、システムがもっと早くあったら、キンプリは分裂しなかったのか。あっても、方向性の違いで今と同じになったのか、答えの出ない問いに対して、退所してもグループ継続できるシステムがあるときに3人が退所してたら3人はどうしてたのかな、キンプリは今でも5人だったのかな、それとも今と同じで別々の道を歩んでたのかな、そういうシステムあったとしても方向性が違うからきっと今と変わらない気がする。特に渡部行った方々とは、だって今、福田社長に言えば戻れそうな気もする、戻らないってことはそういうことなんじゃないのかなとも思う。もう新しい道を歩き出した。それはちゃんとわかってても心の奥の奥がチクってする。などなど、ファンのモヤモヤした感情が X、旧ツイッターには多く寄せられているのだ。キンプリとナンバー、I は完全に別の道を進んでいますよね。だから、旧ジャニーズと渡部の風通しが今後さらに良くなっても、5人が仕事でがっちりと交わる。ましてや5人に戻る、ということは非常に考えにくいでしょう。ただやはり、不仲で離散したグループではないし、STARTO 社の福田社長は、キンプリのリユニオン、再集結を望んでいるとも言われている。一緒に活動するのは難しくとも5人の再集結は十分、期待してもいいのではないでしょうか。前室のワイドショー関係者。偶然とはいえ、STARTO 社の関係者と接触する形になった渡部タレント、三宅。この話を公にトークできた時点で、両者の未来は良い方向に進んでいるのだろう。